はい皆さんこんにちはこの動画では Windows 10の機能の一つであるタイムラインという機能について説明していきたいと思いますこちらが Windows 10のデスクトップですがタイムラインという機能は2つの起動方法がありますまず1つはこの下のタスクバーにあるですねこちら 小さいのでちょっと拡大しますがタスクビューというこちらに、えー、はしごのようなマークですかねがありますこちらをクリックしていただくとまず、えー、タイムラインが立ち上がるとこのタスクビューボタンをクリックするとこのような、えー、画面が立ち上がりますこれがタイムラインという機能になります でもう一つの起動方法は、まあ、主にキーボードを、えー、お使いの方とかですね、キーボードの方が、えー、素早くアクセスできるという場合に、Windows キーとタブキーを同時に押していただく。Windows キーとタブキーですね。そうすると、同じようにタイムラインが立ち上がるということになります。で、このタイムラインという機能は、 何が表示されてるかといいますとまず今ここにはですね、えー、今立ち上げているアプリケーションや、えー、ファイルフォルダーといったものがこれ出ていますでこの下にスクロールをしていくと過去に自分が使った、まあ、開いたファイルというものが履歴として残ってるんですね なので、えーまあ、これをどういうときに使うかというと、まあ、例えばですけれども、えー、少し前に自分が、えー、編集作業をしていて、途中で、えー、また次回、えー、しばらくしてから、えー、編集作業を続けようと思ったようなファイルがあるとします。でそのときにどこに保存したか忘れてしまったという場合があると思います。 もちろんエクスプローラーでファイルを検索してもいいわけですけれどもこのタイムラインを使えば、えー、自分が過去に開いた使ったファイルというのが履歴として残っていますので、えー、ここからですね、えー、保存した場所を覚えていなくてもすぐに開いて、えー、作業を再開できるということになります。 ですので、もうこれからはですね、このタイムラインという機能を使えば、えー、保存した場所を覚えていなくても、まあ、すぐに、えー、過去の履歴から、えー、自分が使ったファイルというものをにすぐにアクセスして、えーまあ、作業を継続できるということになりますで。ちなみにこのタイムラインですが、履歴は 30日ままでで取っておかれますので、まあ、それ以上古いものについては履歴がなくなってしまうわけですけれども、まあ、実際にですね、えーまあ、過去に遡って、えー、開いたファイルをもう一度履歴から使いたいという場合に、まあ、30日ぐらいあれば十分なのではないかなというふうに思います。 まあ、ちなみにですね、えー、今使っている、今開いているファイル、フォルダーというのはこの上に表示されていますけれども、ここでもちろん、えー、開いているファイルをクリックして、えー、アプリケーションを切り替えてもいいです。で、アプリケーションの切り替えについて、まあ、余談として申し上げておくと、えー、タイムラインではなくてですね、Alt とタブ、Alt と タブというのを押していただくとこういうふうにアプリケーションの切り替えができる画面が表示されます。まあ、今使っている、今開いているファイルを切り替えるだけであればこの Alt タブで、えー、アプリケーションを切り替えるというのでも構わないと思いますが過去の履歴に遡ってですね、えー、表示したいという場合は Windows キーとタブキーを押していただいて、このタイムラインというのを使っていただいた方が便利ということになります。このタイ,タイムラインはエスケープキーを押すことによって終了することができますので、また立ち上げたいときは Windows タブキーもしくはタスクビューボタンということになります。このタイムラインを使うことによって、 えー、過去に自分が使ったファイルという履歴が、えーま、30日まで取っておかれますので、えー、ファイルを保存した場所を覚えていなくても、えー、いつでもこの、えー、タイムラインの履歴からアクセスして、えーま、素早く作業を再開できるというのがこのタイムラインの機能になります、えー、いかがでしたでしょうか、えー まあ今回の動画では簡単にタイムラインの機能について紹介説明をしましたけれども、まあ、これからですね IT やパソコン関連デジタル関連の活用動画というのを公開していきたいと思いますのでぜひですねよろしければチャンネル登録ボタンを押していただけると幸いです。 それでは、えー、この動画は、えー、これで終了となります、えー。ご視聴ありがとうございました。